皆さんこんにちは。ディフュージョンラボへ。嘘、動いてる。はあ、すごい。すご。ぬるぬる、これは。ぬるぬ、すみません、取り乱しました。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。そんなわけで、所長に動けるようにしてもらいました。今後ともよろしくお願いします。今日は、ステーブルディフュージョンの話題は一旦お休みで。生成された1枚の絵をこんな風にぬるぬる動かす方法について解説します。別の Python 環境を共存させるという少し複雑な作業が必要とされます。このような動画を生成するために今回のアプリと次回ご紹介する予定の別のアプリを組み合わせる必要があります。画像を認識してキャプチャーしたモーションデータから絵を動かすアプリと、受け取った動画データを AI の処理で滑らかにするアプリで実現しています。それでは早速解説に入ります。2023年5月現在、1枚の静止画を動かすことのできるソフトは数種類存在します。それぞれに特徴があるのですが、ひとまず品質という観点から考えるとライブ 2D が最有力候補となります。1枚の絵を動かしたいパーツごとにレイヤー分け、作ったデータからモデルを作成し、アニメーションをつけて動画へ書き出したり、スマートフォンと連動して動作する VTube スタジオなどを使って動かすことができます。ただレイヤー分けの作業やメッシュの設定や書き込みなど、なかなか敷居が高いことで知られています。利用するソフトも月額課金や有料となります。自作する工程が楽しそうなので、いつかはチャレンジしたいのですが、この手順を簡略化できる1枚の絵をほぼ無加工で動かすことができるものもあったりします。こちらのアプリもその一つなのですが、一部制約があることと有料でした。しかもサブスクが高い。他にも4枚程度の差分があれば動かすことができるツールなどもありましたが、その中でも比較的安価に構築できて品質も妥協できるレベルのものがありましたのでご紹介します。こちらはフルーデプスカメラを搭載した iPhoneX 以降の端末が必要となりますが、 iFacial MoCap というアプリを経由して送られてきたモーションデータを1枚絵に反映させるツールとなります。残念ながらあらかじめ用意した文章を読ませて動かすといったことはできないアプリとなります。今回はこちらが動作する環境を作っていきます。オートマティックイレブンイレブンが動作している Python 環境でそのまま利用できればよかったのですが、トップページの説明にもある通り Windows の Python 3.10 系列と相性が悪そうです。今回はステーブルディフュージョンの環境を崩さないよう注意しながらアナコンダと呼ばれる環境を共存させます。アナコンダは Python データサイエンスエコシステムを包括的にサポートするために設計されたデータサイエンスプラットフォームらしいです。依存関係の解決やパッケージの管理を簡単に行えるコンダと呼ばれる機能を内包しています。インストールしようとしているアプリがこのコンダ環境を推奨しているので構築していきます。ただし Python を利用している他のアプリなどにどのような影響があるか不明です。影響がないようにインストールされる Python にはパスを通さない設定としていますが、バックアップなど入念に行ってから実行してください。最悪 JIT や Python 3.10.6 の入れ直しも発生する可能性があります。ひとまずアナコンダの最小環境、ミニコンダのセットアップを行います。概要欄からアナコンダのサイトにアクセスします。少し古いバージョンの Python が要求されているので、ダウンロードページから Python 3.8 版のアーカイブをダウンロードします。これを実行します。ライセンスを確認、自分のみへのインストールで良いでしょう。インストール先のフォルダを設定します。ここで注意、 SD の環境が崩れてしまう危険性が高いので、必ず Add、Pass のチェックボックスは外してインストールします。インストールが完了したら、スタートメニューからアナコンダパワーシェルプロンプトを実行します。 Python-V と入力します。古い Python がインストールされていることを確認します。通
上のコマンドプロンプトから同じくバージョンを確認すると、SD 環境のベースである 3.106 が表示されていると思います。これで環境の分け持ちが成功しました。通常のコマンドプロンプトは閉じておきます。ご心配の方は、念のために SD の起動確認などは行っておいてください。再びアナコンダのプロンプトに戻り、アプリをインストールしたい場所まで CD で移動し、下記のコマンドを実行します。ここからコンダで仮想環境を構築していくのですが、VEnv 環境との違いについて少しだけ説明します。VEnv 仮想環境に関する説明は、他の動画で行っていますのでそちらをご覧ください。VEnv の環境では各アプリケーションごとに、VEnv という同じ環境名を分け持てたりしましたが、このコンダの場合はユーザープロファイル単位で分け持つ形となるようです。テストなどで同じアプリケーションを複数のバージョンで実行したい、このような時にはアプリケーションで提供されているバッチファイルの中身などを確認し、コンダの仮想環境を作成するときに別の名前になるように調整したりする必要があります。単純にフォルダだけ別の名前にしても環境を分け持てないことに注意が必要です。ジットクローンして生成されたフォルダに移動し、下記のコマンドを実行してコンダの仮想環境を作ります。しばらく時間がかかりますが気長に待ちましょう。概要欄から専用のモデルをダウンロードし、下記のフォルダに配置します。次に iPhone に iFacial MoCap をインストールします。こちらだけは残念ながら1000円くらいの有料アプリとなります。パソコンと通信ができるようにあらかじめ同じネットワーク上の Wi-Fi 環境などに接続しておきます。アプリを起動すると iPhone が持っている IP アドレスが表示されます。このアドレスを控えておきます。準備が整ったら、先ほど作業していたアナコンダのプロンプトに戻り、下記のコマンドを実行します。アプリのメインウィンドウが表示されます。ファイアウォールの確認画面が表示されますので、これを許可します。これでアプリの起動準備は整いました。次に動かしたい1枚絵を準備します。ステーブルディフュージョンで生成する場合、サイズは 512×512 を推奨します。アプリのページにも解説がありますが、透明な背景で頭の位置が指定した部分に収まる画像が最も適しています。透過処理はステーブルディフュージョンの背景透過機能や概要欄にご紹介した画像加工サイトなどで準備しましょう。ステーブルディフュージョンで透過処理を行う場合は、下記の手順で機能を有効化します。エクステンションズタブから PBREM ツールズを選びインストールします。概要欄のリンクからモデルをダウンロードし、下記のフォルダに配置します。 UI を再起動するとインストールした機能が追加されています。セグメント、エニーシング&クリップのイネーブルドにチェックを入れます。モデルに配置したモデルを選択し、イメージをドラッグします。その他の設定項目には触らず送信ボタンを押します。成功するとキャラクターの背景が透過されます。ある程度は白い部分が残ってしまうため、修正は画像編集ソフトや加工サイトを利用してください。画像の準備が整ったら、起動したアプリのロードイメージを押して読み込みます。先ほど控えておいた iPhone の IP アドレスを左上のキャプチャーデバイス IP に入力、右側のスタートキャプチャーを押すとキャラが動き始めます。右下のバックグラウンドというところでグリーンバック処理などをかけることができます。右下に現在の FPS が表示されています。あとはこのウィンドウを OBS などの配信ソフトで取り込むことで、動画を作成したり配信に利用することができるようになります。今回は以上となります。このアプリのみで十分利用は可能なのですが、今回の動画のようにもっと滑らかに動く動画を作成するために、次回の動画では AI の技術を用いて動画を滑らかにするアプリを Python 3.106 環境にセットアップしていきます。ステーブルディフュージョンに関する話題も引き続きお届けしていくつもりですので、よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、一
引き続きよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ぬるぬる。